決めた、うん、本番終演後の楽屋に潜入してみました。おい、巫女さん席で何やってんねん、ちゃちゃ。どういうことそれ。それどういう心境。マジで。え、まあちょっとやめて。何を。グレてるから。ちょっとなんでグレてんねん。そうやってカメラ向けられることによって作らなあかんかもしれないな、ブリッコに。まあちょっとそういうのじゃないやん。こうやってちょっと遊んでた時にそうやって急にカメラ回されても困るし。もっとアップで自分が好きな時ばっか撮ってこんといてくれる。なんか機嫌悪いですね。マジでやめて。めっちゃ腹立つ。前見て、ちょ、ほんまないで。ちょ、なんの顔やんってなったらどうするの、客さん的に。いや、これも私生活の一部かな。確かに、確かに、終わった後もこんなことして遊んじゃうけど、いちいち撮ってなんか、笑うのは違う。豚渡る。はい。何やってるの。いや。そこバーバーの部屋。はい。いや。何してんの。この隙間から入りたいんです。え、この隙間から入りたいんです。え、あ、この隙間から中に入りたいんです。うん、入って入ってみて。あともうちょっとで入ります。入れる。どこまで入ってる。今もう手入りました。うっせえ。どこ、ここが。うん、爪だけな。はい。あともうちょっとで。あ、もうちょっとなんだ。はい、頑張ってくれたまえ。はい。ご苦労さんです、お母さん。え、今日の夜ご飯何ですか。いつも楽屋飯好評で。今日の夜ご飯何ですか。え、はい、夜ご飯なし。はい、みんな今日夜ご飯なしやぞ。もう人の部屋で何してんねん。誰やお前。お前誰や。渡るのお兄ちゃんやないか。人の部屋で何してんねん。何もしてないです。何してきたんや。何してきたんや。遊びに行きました。あ、そうか、ゆっくりしていけ。はい、お疲れ様です。おおおお、何、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ヤバみ。おおお、犬吠えてるわ。わわわわわわ、寝てんの。結構やってるけど、こんな狭いところで一生ぐちゃぐちゃ散らかってるで。こんな狭いところでレゴやってるの。あー、すごいな。一点くんでした。一点くんレゴ得意で、見てこのレゴ、うん、うちが頼んで作ってもらった特別なレゴです。はい、これトイストーリーのレゴです。ロッツォ、こんなんもあっという間に作っちゃいますね。頑張ってね。何作ってんの。なんかあれ、適当になんかロボットとか普通に作ってる。うん、バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日も一日ご苦労様です。いえいえ、あれどっかでちょっとブリッコしてないお前。え、してないです。取られたやんか。取られましたね、ちょくしょう。メモ持っていきよった。ご苦労さんです。お疲れ様でした。明日も頑張ってください。はい、頑張ります。はい、どうも。あ、お疲れ様です。足だいぶ良くなりましたか。もう8割方回収工場終わってます。あ、そうですか。はい、まあもうみんなでフルパワーで。はい、頑張りましょう。うん、3分の1終わりましたけど。はい、3分の2駆け抜けていきたいと思いますんで。はい、お願いします。全力疾走でいきましょう。何、全力疾走。疾走な、大丈夫。大丈夫です。お願いしますね。はい、頑張りましょう。明日もこいつまだ入りたがってんじゃん。まだ入れてないわ。まだか。頑張れ。はい、頑張れ。アンジュジュジュちゃんです。頑張りんご。頑張りんご。今日も頑張った。はい、はい、ブリックいっぱいした。お姉ちゃんに憧れてる。憧れてます。え、憧れてます。早いな。ゆうちゃんです。頑張ってね。はいはい。劇団入って6キロ痩せたやて。はい、そう。うん、すごいやん。スタイル良くなってきて。はい、ちゃちゃちゃんがなんか抜いてまいな。
無理、顔が無理。怖っ。怖っ。ここにもいます。はあ、終わってからもバタバタですわ、楽屋は。だけどみんな、盛り上がってやってますんで、どうぞ、よろこみさん来てください。桜崎さんの CD が届いたので、今回は桜崎さんの CD に載せてですね、また踊りを載せていきたいと思います。この方が、はい、我々の喜び座の歌を歌ってくれてる方です。この中にはですね、たくさん曲を入ってください。はい。これいくら ?2000 円です。買った方です。しかも、12曲入ってますね。この中から僕聞いてですね、今日なんか合いそうなやつをですね、また流させてもらいたいと思いますんで、楽しみだな。皆さん、また動画見てください。よろしくお願いします。それでは、桜崎さんの歌に乗せましてお送りいたします。何が隠るでしょうか。題名はこちら。染み込むけど、つぼみのままじゃ終われない。やれんそらんそらんよ、やれんそらんよ。ちりそくなかれ春は来る、やれんそらんよ。して好きな色で描き直せば、春を彩る派手姿。ああ桜咲く、語りきれぬ、またの機会に話しましょう。やれんそらんそらんよ、やれんそらんよ。さあ咲き誇れ春模様、やれんそらんよ。倒れた積み木拾いやつ夢をもう一度積み上げる、好きな色で飾りつければ、春を彩る晴れ姿。ああ桜咲く。して好きな色で描き直せば、春を彩る派手姿。倒れた積み木拾い集めて、夢をもう一度積み
の